こんにちはノブ・ジャイブファミリー、えー、ジャイブ講座、始まります。えー、本日もね、ノ、え、ブ、ー・ジャイブファミリー、最新ジャイブファミリー、えー、旅行の方に、えー、お伝えするって感じになりますかね。えー、実はこれ、結構ねあの、多い質問があるんですよ、ね。結構多いなんー。ファミリーに入ってる人、結構多いですね。ねえ、これな、何かっていうとね、これ、ノーマルジャイブとホワレーキ、ごっちゃになっちゃってよくわかんないです。 何がが番違ううんですかっていいことがね結構多いんですよまああのー、最新ジャイブファミリーの方では結構解説はもうこれはもうしてますね、えー、ノーマルジャイブとフ,フォアレーキの何が徹底的に違うのかっていうね、うん、ただあのジャイブファミリーの方は、えー、何回か何回か順を追って、えー、最終段階に入りつつある時にこう解説してるんですけど今回ねちょっと早めにちょっと早めとかこの違いがわからないとねちょっと困りますんでね、えー、この違いを徹底的に えー、解説していいいきたいと思います,、えー、<coughs> あすいま,せんまずねあの最初にもう言いますノーマルジャイブとフォワレーキの徹底的な違いっていうのは、えー、ジャイブには2種類あるんですね、えーあのー、よく私が言ってますけどもブームエンド内径のジャイブ、ね、内,径内径には2種類ある。 もう大きく分けて2種類ですね。細かい球って,ってもっと細かくあるんかもしれないですけど、えー、ブー、メ面の内形、そして、えー、倒れ込み内形、この2種類がある。これをね、しっかり頭に入れておかないと、えー、フォアレイキジャイブ、ノーマルジャイブ、ノーマルジャイブ、フォアレイキ、どちらかってしまうと。えー、なんだよ、分かんないね、貼り方も違うし、な,なんだろうっていうね、まあ、他には細かいことはいくつかありますけどもね、えー、徹底的な違いっていうのは、その、 ブーメンの内径か倒れ気味内形っていうことなんですね。で、まあ、倒れ込み、うん、ブーメンの内形ちょっと解説しちゃうと、ブームエンドの方に内側に、こう、エンドの方に頭が来て、体軸がブーメンのいれ内径なんですね。そして今度は、えー、倒れ込み内径っていうのは、もう、じゃの内側へ、セールごと一緒に倒れる。体がこうやってどんどん倒れてって、セールも一緒に倒れていくっていうね。この2種類なんですね。 でこの2種類の違いっていうね、えー、ことが、これがノーマルジャイブとフォアレーキの違いになってくるということになります。だから、あのー、ブームエンド内径っていうのはノーマルジャイブなんですね。えー、そして、倒れ込み内径っていうのはフォアレーキなんですね。この違いなんです、えー。この大きな違いを2つをね、ちょっと,ょっと動画で顔を解消しながらしてやりますので、えー、しっかりと頭に入れてもらうといいかな。んーでブームエンド内径っていうのは基本的にはこう。 内内でですよですよよ俗に言うノーマルジャイブ、ね、セールの真の風を使った文面の内径っていう形になるんだよ、ねえー、で、えー、逆に倒れ込み内径っていうのはホアレキジャイブ進行風をセールに入れるために内側に倒れ込むっていう,こうその違いなんですね。えー これ動画で解説しないとわかんないかな、えー。これからちょっとね、動画でちょっと解説していきたいと思います。まず、ノーマルジャイブ、えー、からちょっといってみましょう、えー。これちょっと邪魔だな。よし、これちょっと置いておいて。これ結構長いんだよね、これね。これもね、文面のないこれはレイルトゥーイルになっちゃうここから始まります。この辺か。はい。ギューっとして、これが、 ノーマルジャイブのブーメンド内っていうことになります。ちょっといいですか。はい、でまず、ね、解説するブーメンド内径。まずあの、ノーマルジャイブの基本動作ですね。えー、ブーム手幅の補足という、ね、ことをしっかりと。はい、ここから,だから、まあ、アプローチも違うんですよね。真の風を使うもんだから。これ、アビームぐらいのアプローチで使うのが、まあ、ほぼノーマルジャイブ。まあ、クオーター下ってもできますけどもね。えー、一番の違いはこのブーメンド内径ってことかです。手幅見てください。 手幅をぐーっと広く取って、そっちの取った手の方に頭を寄せてる。っていうことなんですね。だからこれがブームエンド内傾なんですね。で、セール引き込みそんな強くないですね。これ、真の舵を使ってますから。えー、これがノーマルジャイブのブームエンド内傾なんです。しっかり頭に入れてみてください。いいですかはい。これがそうなんです。ね。ガッと、ほら、また頭寄せた。ブーム手の方に、みたいなね。 えー、で、これ、体軸を内径を取るって、これがメ面の内径っていうことなんですね。で、もう一つ、ワわれ息。今度は倒れ込み内径。この大きな違いなんですね。これ、アプローチも違うんですけどね、実はね、アプローチがかあ徹底的に、まあ、違うから、えー、またね、話が、えー、なんですが、まあ、そんなことはいいか、解、え、説、ー、しましょう。これもちょっと長いかな。このちょっと長いね。はい。このように切りましょう。はい。 はい、下ってきました。もうアプローチが違いますよね、これでね。全然。この球で下って、そして、これ、ザーっと倒れます。ね。ということです。今ね、落ちてます。事実を言うと。<laughs> 怒ってます、えー。まあ、怒っててもいいです。えー、じゃあ、これ、解説していきましょう。はい。で、まずね、えー、これ、倒れ込みない毛の場合、これ、フォアレイキには倒れ込みない毛が必要なので、えー、思いっきりスピードを上げて下る。 これあの、ただ下るんじゃない。スピードを上げるために下ってるわけですからね、えー。進行風をより入れやすくする。っていうことなんですね。で、徹底的な違いっていうのは、やっぱり引き込みですね。もう進行風をもうとにかく使うって形です。いいですかほら、もう引き込みが全然違う。もう進行風を、えー、もう切り替えたわけですね。ここで進行風に切り替えたわけ。で、ここで先ほど言ったブームエンドのやつて、ブームエンドの方に手幅を広くって取ってないんですよね。 取ってないんですねそして、えー、いいですか。そして、レールを入れる。ほら、レール入ってるんです。ブーメンド内径っていうのは、ノーマルジャイブのブーメンド内径っていうのは、ブーメンドの方に頭寄せてレールを入れる。内径軸でね。で、今度は、えー、フォアレーキの場合は、進行風を取って、えー、体がね、こう、単の内側にね、そのまま倒れるんですね。えー、これ、細かく言うとちょっと違うんですけど膝の向きも違うんですよね。膝がもう最初から、前の膝が最初からジャイブの出口にこう向けてるんですね。 つま、えー、先とね、膝がね、はい。これはちょっとよくわかんないですけどね。これが倒れ込み内なんですこれがフォアレイキーを使うための倒れ込み内形。ほら、内側に倒るでしょ。ほんで、レール入れてるでしょ。えー、これ、ブームエンド内径じゃないですよね。どう考えてもね、えー。ブームエンドの方に頭寄せてないですよね、えー。これがフォアレイキーをするためのブーム、あの、倒れ込み内形です。でも、後半術を言うと、これこらグーッとブームエンド内径に持っていくわけですね。えー でこの時にねあと、のー、失敗しますけどね、えー。こういう感じです。これだから、ホワレーキに使うブ倒れ込み内径っていうのは、ホ、え、ワ、ー、レーキのアプローチから、えー、中盤まで使って、その後、えー、ランニングを超えたあたりがブーメンド内径に持っていくっていうことなんですね。だからまあ基本的に言うと、ブーメンド内径の方が、えー、王様なんですよね。えー、王様。であ、もう、なんだろう。 えー、倒れ込み内径っていうのはどっちかと、金ぐらいかな、金、飛車、角、まあ、あの将棋で立てるとね、そんな感じになるのかな、えー。だからまあ、王道として一番こうね、ドテッとしてるのは部面の内径なんですね。結局はフォアキでも部面の内径使わないと結局はボードコントロールできない。まあ、あの、倒れ込み内径だけでもこう、あのー、フォアキっぽくやって、あのー、ターンは完成するんですけどもね、ええー、まあ、スラルマなんかよく使いますね。ええー。 あのクォーターで抜けるためにね、クォーターで入ってクォーターに抜けるっていうスラロームのね、えー、ジャイブなんかはどっちかだと。まあ、ウェーブのフォアレーキに関してはアビームクラあの、アビームまでね、ボードコントロール最後の最後までしなくちゃならないので、ならないのでっていうか、えー、しないと、えー、トップターンが、えー、鋭角にできないっていうのがね、もう基本的にはそこを目指しますんでね、ねなります、えー。そういうことです。これがあの大きな違い。えー、だから、えー、ここでこうかな。うん。 ブーメンド内径もう一回ね、えー、整理しますと、ブーメンド内形はノーマルジャイブに使う。真の風を使った、えー、ノーマルジャイブってことですね。だから、ブー、ほら、このままビームのコースから、いきなりブーム手を広げて、ぐーっとね。で、ここからどん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 内径にぐた、ぐっと頭寄せたぐーってきたっていう感じでしょ。えー、これが、えー、倒れ込み内径じゃなくて、ブーメンド内径ノーマルジャイブに必要なブーメンド内径 王道です。王様です。えー、そして、今度は、えー、倒れ込み、内啓。これはあの下ってね、えー、進行風を入れるための倒れ込みですね,これね、えーあのー。ここまで下って進行風が強くなって、これでノーマルジェブに入るとす結構ね、芯の風が取れなくて、スカスカになって面倒くさい。<laughs> かといって、ブームでガッて開いて、えー、風れる入れるといきなり入っちゃって、もう吹っ飛ばされるということになりますので。で、これはフォアレイキジェブの。 えーね、下っていいですか、下って、下って、ここから、レールの入れ方見てくださいよ。いきなり引き込んで進行風を入れて、そのまま内側に倒れ込む。これが倒れ込み内径で、最後はメ面の内径をガーッと使ってボードコントロールするっていうことになります。えー、もう一回言います。ノーマルジャイブがメ面の内径フホアレイキが倒れ込み内径まあ、後半ね、メ、えー、面の内形使いますけども、一応、 この2つをねはき違えるとダメなんですね。だからまあ基本的に私の教え方としてはノーマルジャイブの文面の内容を最初に覚えちゃう。っていうのが本当は一番いい。うんまあ、最初からホワイトリーケやられていけばそうあの最初から文面倒れ文面内容を覚えても構わないですけども、えー、最終的には文面の内容も覚えなくちゃなるね。っていうことなんで。えー ブームエンド内形、ノーマルジャイブの部ブンの内径を覚える。そしたら、今度それがこう、ね、コントロールできるようになったらこう、倒れ込み内径っていうふうな段階を追っていくほらがいいのかな、えー。でもね、これね、ブ部ンの内ー100%できるまで、えー、倒れ込み内径しないぞって言うんじゃなくて、もう100%じゃない。ブ部ンの内径がね、だいたいね、7割ぐらいできたらもう OK ですよ。そしたら、フォアレイキチャレンジしてもいいと思います。フォアレイキはフォアレイキなりに体軸の使い方があります。 これ絶対ねどっちも必要なんですよ、自重言うと、えー。だからこっちが100%できたからこっちに移行こうじゃなくて70%です。まあえー、60%もいいかな、えー。そしたら倒れ込みない系の練習もしてみる。そうするとそこから必ず掴めるものが絶対あるんですよ。ジャイブって同じなんですから。えー、1個のだけやってると、こう1個のことは、まあ、ある程度こう時間かかって上手くなるんだけども、こう進化の、ね、スピードがか違っちゃうんだよね、えーこうジャイブ。基本的にジャイブって一緒ですから。 単、えー、して180度単するだけのっていう、ただ単に単純になっちゃそれなんで、倒れ込み内径することによって、部面の内径でこう体の使い方が分かったりする。何もやらないと分からない。だから、いろいろとチャレンジするってことが、いろんなことが分かって進化が早まるんですね。ねだから、それも、ね、しっかりと頭に入れてください。100%これがで、まあ、日本人真面目だからね、えー、これが100点取るまでこっち行かねえぞって思ってる方がいるんですけども、それ進化遅くなっちゃうんです。60点でいいですね。 えー、60点できたら、次の段階に進みましょう。全く違う方向じゃないで。同じ枠の中で全部行ってますんで、あのー、必ずプラスになって進化しますんでね。えー、っていうことなんですよね。で、最後にね、これ、ノーマルジャイブと、えー、フォアリーキジャイブ、中間みたいなのがなですね、これね。これ、あのー、両方できると全部中間できる。だからターンを全てコントロールできる。っていうことになるんで、これちょっと見てくださいね。はい。この辺かな。ちょっと投げなおおここだな。はい。 これ完璧に、これいいですか食らってます。すごいスピードで。でもノーマルジェブ、おーっぽいでしょこれフォアレーキ、ノーマルジェブですね。えー、ノーマルジェブ、フォアレーキっていうのかなこれね。あんまプロジェブか。あ、これじゃないか。ね。いいですかそういうことなんですね。あ、倒れてる。じゃあもう一回ね、これちょっと行ってみましょうかぐーっときて、ほら。完璧に、これ下りっぷりは、もう完璧のフォアレーキですね。倒れ込みない系。 ほぼ倒れ込み内径やるつもりなんですねでも状況でね、えー、面が荒れてきたんでこ、ね、ここまでをフォアレーキです、完璧に。でもそんなに、ほら、ブーメンの内径倒し込んでない。膝の向きも実言うと、これ、そんなに極端にね、ジャブの出口向いてないんですね、膝の向き、つま先がね、えーあの。ノーマルジャブっぽいんですよ、前の膝の向きが。だからまあ、これで倒れ込み内径をそんなにする前に、ブーメンの内径に持ってるんですよ、ほら、ノーマルジャブの。 かかりますす、えー、これ中間なんですよだからこれだろう、両方できると無敵なんですよ。<laughs> どんなコントロールでもして、だからこれが一番スピードを、ね、落とさずに抜けてるわけですね。これ状況に応じて、ね、や,るやるわけ。これがね、ウェーブ、小さい波、中ぐらい波、大きい波、これが全部今度は使える。音章は、サイド章は、屋章は、全部使えちゃうんですよと。 これのブーメンの内径と倒れ込み内径両方覚えると。あの今までの、ね、ウィンドサーフィンのジャブの教え方、ウェーブのジャブの教え方はもうブーメンの内径のノーマルジャブだけなんですよ。ええ、そうすると実を言うとサイドショアで大きい波とかって急に、ね、こうスピードが上がらなくてトップに上がれなくなってる、サイズが上がるとトップに上がれないとかってなってくるんだよね。ええ、で逆にオンショアでも、えー 温床だったら多少いいのかな、部面の内径は、ね。結構使える。ただこう、深刻が取れないんで、どうしてもみんなたらたらになっちゃうんですよね。そこがだめなんですね。えー、だから、まああの、基本的に言うと、クリューファーストで風を取らないとトップに上がれないっていうのはそこなんですよね。えー、本来あの、クリューファーストであの風をらなくてもトップに上がれるんですよ。これは両方のジャブをうまく。だから内径っていうことね、文面の内径と、えー、倒れ込みの内形、両方うまく使うと、温床でもクリューファーストいらないの。 だセールに風えなくても深刻を取れるから、だから深刻の練習をみんなね、ウェーブのジャイブはみんな練習してないでしょ実言と。<laughs> だからそれがね、一番の問題、日本語は日本のなんだろう、えー、ウェーブがやっぱりいまいちパッと来ないところは、えーまあ。ヨーロッパなんかはねあ、完璧なオンショアなんで、このクーリオフ,ファーストで風取るっていう方が、すごいうまいやり方があるんですけども、あれ、基本見てください。 本質見てみると分かるんだけど、クリオファーストで風をとってるんだけど、ブーメンド内径っていうのがものすごい強いんですよ。だから体の内径っていうのはすごい強いわけ。そこなんですよ。セールばっかり見てると、本質が、あのー、見れなくなっちゃう。まあ、私の好きな言葉で、えー、木を見て森を見ずって言葉があるんですけども、<laughs> まあ逆も言うんですね、えー、森を見て木を見ずっていう、木を見ないっていうね。これ本当にあの好きなな言葉なんですけど、こう 1> 1点だけセールの使い方ばっかり見せて、本質的な部面のこう体の体軸の内形ていうことをね見忘れちゃうんですよ。ウィンドサーフィン、セールがすごい目立つから。だからセールばっかり見せて、あクリファースト使ってる。ああ、座ってるとウェブオイスーできるんだ <coughs>。っていうね、思い込んでしまう。でも本質をちゃんと見たあ木を見て森見せあ、俺森見てなかったな。森見てみたお内形すげえ取ってんじゃん。ああ、だからだ。ね。 クリオファーストをやったからってウェブでトップターンがきれいにできるかと思ったらやってみたんだけどできないやってる人がいっぱいいるわけですよ。それは本質を見て、えー、森を見てないってこと。だから気を見て、もうこの言葉ね、ちょっと私大好きなんですけどみ、皆さんにもちょっと伝えてきます。気を見て、えー、気を見て森を見ず。これはいつも頭に入れておくと本質って見,やすく見えやすくなりますんで、ぜひともこれ頭に入れておいてください。えー、そうすれば必ずね、こう、ああ、ああ、あーあーっていうふうにね、あそうだったみたいな。 思い出しますから、えー、集中しすぎるのもいいんですよね。フォーカスしてピンポイント、グーッとフォーカスしてもいいけど、ふっと気づいたときに森を見てください。そうすると、本当の本質が見えて、全部がつながってくる、ねあの。ピンポイントをフォーカスばっかりして、こうやってね、まあ、私のシェのフォーカスするポイントってすごいあるんですけども、一個一個の、ね、スキルをこうやってずーっと見つーっときて、うてん、でもなかなかできないって言ったときに、ふっと気づいて、あ森を見よう。 あジャイブって180度回転するだけのことなんだよね。ん体重だよね。内径で回るんだよね。ボードのレールが入んないと回らないんだよね。って気づいたときに全部がつながってくるから。まあ、それをね、えーあの、私の言葉としてね、気を見ても、これはみんな知ってると思うんですけども、知ってるんだけども、いざこうやって当てはめたときに本当に、おお、そうだってね、本当に分かってきますから。ぜひとも気を。 見て、無料見ずって言葉にしっかり頭に入れといて練習してみてください。えー、今回のテーマは、えー、ノーマルジャイブとフォアレーキの違いっていうところです、えー。これをね、徹底的に、えー、ちょっとやってみました。えーえー、もう一回最後整理します。えー、ブーメンド内径はノーマルジャイブっていうことです。そして、そして、えー、してこれ出てくるかな。あ、出てきた。 おいっぱいあるんで分かんなくなっちゃう、ね、そしてこれが、えー、倒れ込み内形は、ほれきジャイブ、深呼吸を使ったやつですね。倒れ込む。内側に、えー、膝をジャイブの出口にしっかり向けて、ぎゅっと倒れ込む。これが倒れ込み内形。ですね。えー、だから内形には二つであって、えー、部面の内形と、えー、倒れ込み内形がある。っていうことは。 それの違いっていうのは、ノーマルジャブとフォアレーキで、前半の使い方で違いが出てくる。でも、この2つを完璧にマスターすると、最後の動画のように、フォアレーキのようなノーマルジャブ、全てがコントロール歴。そうすることによって、実を言うと、私が教えてるジャブっていうのはね、最終的にはウェーブでね、ボトムターン、トップターンでブリブリできるような、っていうのを目標で教えてますので、ボトムターン、トップターン。 波を自由自在に、えー、行ったりしたり行ったりしたりというかね切り刻むことができるっていうことなんですね。えー、今回はねあの一番最近多い質問で、えー、ノーマルジャイブとフォアレーキの違い何ですかっていうねちょっと質問があったのでそれにお答えしました、えー。文面の内径のノーマルジャイブと、えー、タブルコメンのフォアレーキ違いで。練習の仕方としては、えー、ノーマルジャイブ、文面の内径を、えー、60%でいいです。 まあ、ノーマルジェーブ極めたい人は100%いっちゃってですね、俺フォアレーキやんならんよって人は別にいいんですけども、えー、進化してどん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 こうしてもう自由時代にボードコントロールしたいって方は、まずはノーマルジェーブを60%ぐらいできるまで、ルーメンの内気がしっかり取れるまで、えー、体軸がね、えー、内気体軸がしっかり取れるまで、大体60%。そしたら今度フォアレーキもやってみる、コンディションによってね。 それをうまくミックスして融合させてやってみると進化がどん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 早まって最終的にはものすごいキレキレの最後までボードコントロールレールコントロールしたジャイブができるっていうことになりますのでぜひとも練習してみてくださいえだいぶね話が長くなっちゃいまたけど今回のテーマブ部面の内形と倒れ込めない形のノーマルジャイブとフォアレーキの違いっていうね まあ、細かいことは結構あります。先ほどちょっと膝とかね、えー、体の使い方はありますけども基本的な、えー、一番の違いっていうのは先ほど言ったようなことになります。ぜひともねこれを頭に入れて、えー、練習してみてください。最後に「木、えー、を見て森を見ず」ね、えー、何か煮詰まった時にはこれを思い出してこの言葉を思い出してください。えー、必ず点と点がちょっとずつつながってきますので、えー、じゃあ頑張って練習して、えー、素晴らしいジェイブを手に入れましょう。ありがとうございました。